今回は二次関数の十六放物線の平行移動、その一を見ていくよ。まずは。今日のテーマとポイントを確認しよう。テーマは放物線の平行移動、その一重ねる。どんなタイプの話かというと、二つ放物線がある。そして放物線を平行移動することによって、二つの放物線をぴったり重ねたいんだって。 つまり2つの放物線を重ねたいそういう問題ね何を考えたらこの2つの放物線を重ねることができるのかなそれがポイント今回は頂点の移動に注目しようやっぱり図を全部ぴったり重ねる考えるのは難しいよね1つに絞ろうよこの放物線とこの放物線それぞれ頂点があるわけだよねこことここ この頂点をうまくさ重ねることができたらぴったりと実は重なるんだよね。ということはどういうふうに移動するかこの頂点をここに移動させる移動だね。じゃあ実際の解き方は問題で見ていこう。じゃあ例題一緒に解いていこう。放物線、y、イコールマナススの2乗プラス2を 平行移動して放物線 Y イコ,コ X-3 の2乗プラス5に重ねるにはどのような平行移動をすればよいかという問題だよ。まあパッと読んだだけだとなかなか何していいか分かんないよね。でも言ってることはこういうことなんだ。まず放物線がある。そして平行移動つまり動かして別の放物線に重ねたい。どののように動かせばいいの そういうい問題だ、ね、で答え方としてはどのような平行移動をすればよいかつまり X 軸方向にどれだけ動いて Y 軸方向にどれだけ動いたかそういうのを答える問題だよ。じゃあどうする今日のポイントはねそう放物線を重ねるには全体を考えるよりも頂点一つだけ考えればいい。それがポイントだったね。頂点に注目じゃあ 頂点に注目を意識して回答一緒に作成していくよ。まずは頂点を重ねるんだから、二つの頂点を書いていこうよ。まずは一個目。y イコール x マイナス一の二乗プラス。これの頂点を書くと。マイナス一の二乗。プラス二の頂点は。うん、これはカッコの中をゼロにすればいいわけだから、x は。 そして Y については残った2。もう一個こっち Y イ X-3 ス =+5 の頂点はどうなるこれは X-3 ス +5 の頂点は同じように括弧の中を0にすることを考えよう。そうすると x 座標が自然と3だと分かって y 座標については5だと分かる。 つまり頂点は12と35なわけでこれをもとにしてちょっとラフにグラフを書いてみようどんな平行移動をすればいいのかなまず y 軸 x 軸あってメモとしてグラフを書いてみよう1個が頂点12だからまあこの辺りだと考えようそれの放物線になってたよねそしてもう1個 今度は頂点が3号だからもう少し離れて高さも結構あるそんなところにグラフがあるわけね。まあ仮にこんな位置だとするとこんな形で放物線がある。で今回やりたいのはこの2つの放物線を重ねたいわけ。注目は頂点を重ねる頂点を移動して重ねる。だからこのの2つの頂点がピッ 重なるよように動かせばいいよねつまり頂点を x 座標をまず合わせるように動かして y 座標も合わせるように上に動かす。ここ12を35にぴったり重ねるように xy ともに動かしていけばいいわけだよね。じゃあ回答をそういうふうに書いていくと2つの放物線を重ねるにはうん頂点を重ねればよいと。 2つの放物線を重ねるには頂点を重ねればよいから12を35にずらすわけね頂点を重ねればよい、うん。こういうふうに理由を書いた上でどれだけずらすか計算していこう。 X 軸方向にはどれだけ動かすかなそれはこの数字と図を見れば分かるよね1。12の1この X を3に合わせる1を3に合わせるんだから1を3に合わせるんだから2動くわけね。X 軸方向にプラス2そして Y 軸方向にはこうだね2を5に動かすんだからプラス 3y 軸方向にプラス3動かせばよいと。 2プラス3動かせばよいとまあ平行移動と書いてもいいよ動かせばよいこれで答えになるよ今回のポイントをさらいしよう2つの放物線重ねたいときにはこれ頂点の移動を考えよう頂点がぴったり重ねれば OK だからねでちなみに補足だけしよう頂点重ねただけで本当にこの2つの放物線重なると いうのがなんでわかるのって思う人もいるよねそれは実はねここに秘密があるんだこれ展開すると両方とも x の二乗の係数1 x の二乗の係数1になるよねつまりこの二つの放物線両方とももともと y イコール x の二乗のグラフでそれを動かしたものなつまりもともと y イコール x の二乗で同じグラフで両方とも動かしたものだから 重ねたら同じ y x の二乗と同じ形になるよね。まあでもそこまではちょっと深い話だからみんなが知っておけばいい知識はこれ頂点を重ねたら一致する。じゃあ練習一緒に見ていこう。放物線 y=x+2x+2 の二乗プラス2 x プラス2を平行移動して。 放物線 y イコール x の二乗 -4x プラス7に重ねるにはどのような平行移動をすればよいかまた出てきたね二つの放物線があって重ねる問題だよポイントはそう頂点を重ねるんだったねただ今回の問題例題より少し複雑なのは頂点がちょっと見づらい形になっているよねでもやることは同じ頂点を求めて重ねるように動かす じゃあそれを意識してこの一番初めの放物線の頂点から求めていこう。イコール、X、の2乗プラス2 X プララススの頂点はどうなるかな平方完成しないと見えてこないよね。平方完成して y= イコール X 半分の2乗だから、X、プラス +1 の2乗。 そして計算していくとプラス1になって、これより、うん、頂点出てきたよね。x がマイナス1の時きに y は1になる。つまり x がマイナス1の時きに y は2になる。これが一番初めの放物線、頂点だったよね。これより x がマイナス1の時きに y は2じゃなくて1か、1になる。 x がマイナス1のときに y の座標は1になる。これが頂点だったね。そして二つ目、こっちの放物線の頂点も求めよう。y イコール x の二乗マイナス 4x プラス7。もう一個の放物線の頂点はどうなる？これも平方完成して求めていくよ。頂点は平方完成すると y イコールカッコ x-2 の2乗半分にして2乗する半分にして2乗するから x-2 の2乗これを消すためにス4をつけるそしてプラス +7 と合わせるんだからプラス +3 ねうん x 2の2乗で x の2乗出てくるス4 x 出てくるプラス +4 が出てきてこのプラス +4 を消すためにス4をつけるそのス4と7を合わせるわけだから3が残っちゃうわけうんこうなる。 より頂点は括弧の中が0になる時だから頂点は2の時、X、が2の時 y は3こうなるよねこうしてようやく頂点2つ出てきた1個がス1と1もう1個が2の時3さあじゃあこれをもとに移動を考えていこうか簡単な図を書いていこう今回出てきたのは軸 書いたときに x 軸を書いたときに x はス1のときに y が1だからまあこの辺りの頂点を通る放物線考えられるわけね。そしてもう一個は2の時3だから2行った時に3この辺りの放物線が考えられるわけね。そして考えるのは 頂点をぴったり重ねる移動。この二つの頂点をぴったり重ねるように、まず x 軸方向に動かして、y 軸方向に動かす。そんな移動を考えていこうか。じゃあ動かすのは点。この二つの点だから、マイナス一を二に重ねて、一を三に重ねる。回答はこうしよう。二つの放物線が重なるのは。 線を重ねるには頂点を重ねればよいは頂点を重ねればよいとを重ねればよいので理由を書いてあげるわけねそして X 軸方向にどれだけ動かすか Y 軸方向にどれだけ動かすか書いていくよ X 軸方向に 今マイナス1から2まで動かすんだからマイナス1から2まで動かすんだからここまでで1動くさらに2動くから3歩動くわけね。x 軸方向にプラス3そして y 軸方向には y はプラスの1から3まで動くんだからこれは2だね。方向にプラス2動かせばよいと。 これで答えになるようん2つの放物線を重ねるには頂点を重ねればよいので X 軸方向にプラス +3 こういうことだねそして Y 軸方向にプラス +2 こういうことだね動かせばよいでこれが答えになるんだ今日のポイントね2つの放物線を重ねるには頂点を移動してぴったりと重ねる。 今日のポイントをおさらいしよう放物線の平行移動1重ねるパターン2つの放物線を重ねるにはどんな平行移動をするポイントは頂点の移動に注目2つの頂点がぴったりと重ねればその放物線はぴったりと重なるこれさえ教わておけば OK だよ。